はい、皆さんこんにちは、こんばんは。マーベリックチャンネルです。今ちょっとね、東の方向になんか光の連なりが突然現れました。ちょっと何かは分かりません。何でしょうかね。少しずつね、位置変えてるんですけども、航空機なのか、それとも謎の飛行体なのかよく分かりません。点滅はしてないみたいですけどね。ちょっと遠いのでね、チカチカはしますけど、点滅はしてないようです。不思議ですね。何ですかね。ちょっと不安ですね、これ。こんなの見たことありません。ですね。自衛隊関係ではないと思います。この方向には、自衛隊関係の基地はありませんので。少しずつね、位置変えてるんですけど、そんな極端には動いてないですね。今光が3つ4つ、ちょっと光の強いものから弱いものまで入れると4つぐらいは確認できます。何でしょうかね、これね。なんか少しずつ近づいてきてるような気はします。連なってますね。あ、なんか動いてますね。何か飛行体ですね、これ間違いなく。何でしょうかね。結構光が強いですね。ドローンっていう可能性もあるんですけど、それにしてはちょっとね、色が違うような。で、光も強いですね。結構遠くなんですけど、こういうドローンもあるんですかね。わかりますかね、皆さんね。これ何ですかね。動いてますね、やっぱり。飛行体っぽいですね。今午後5時ですね。
なんかまた点滅している光が近づいてきてますね。なんかこれ分かりますかね、点滅してますよね。これ航空機だと思いますけど、この点滅はこっちは違いますね。航空機ではないですね。ですかね。ちょっと確かめたいですけどね、ちょっと遠いですよね。これ相当遠いんですよ、見た感じ。この方向だとどこになる。まあ埼玉県内ですけどね。動いてるの、わかりますよね。あ、今なんかだんだん形を整えてきた。なんか近づいてきてるっぽいですね。だんだん明るくなってきましたね。何ですかね、ヘリですかね。並びましたね。直線に並びましたね。だいぶ空が暗くなってるんですけれども、これ怪しいですね。少しずつ近づいてきてますね。まあ一応周りの様子をお届けしますね。こんな感じで今こちらの方向に夕日が沈んだというね、夕焼けになってますけどね。こういう空です。これもまたちょっと綺麗ですね。こんな感じですね。これは竜ですかね。今日はいろんな雲が見れましたね。次々いろんな雲が出てましたね。不思議な日ですね、今日はね。なかなか見れない雲。これも竜ですね。常に何か出てるっていうね、そんな日でした、今日は。それよりもね、この飛行体が
光体が気になりますよね。まあ、飛行体だと思うんですけどね。これちょっとこんな感じですね。なんか接近してますよ、こっちに。少しずつ。すいませんね、ちょっとブレちゃってね。今手持ちで撮影してるんで、今手持ちなんでね、すいません、ブレちゃって。高さもね、それほど高くはないですよね。ドローンですかね。まあでも2つになりましたね。先ほどは4つあったんですけどね。なんか音はしないですね。だから航空機ではないと思います。まあ遠いから聞こえないだけなのかもしれませんけどね。何かしら航空機だったらそれなりの動きがあるはずなんですけど、本当にゆっくりですね。ゆっくりしか動いてないですね。まあ一番これに近いのがやっぱりドローンの動きかなっていう気はしますけどね。もうちょっとね、色が違うような気がするんですよね。光も強いですし。あ、突然今2つにありました。これ何ですかね。3つになりましたね。今気温は16度ぐらいですね。あ、4つになりました。これ増えたり減ったりしてますよ。明らかにおかしいですね、これ。重なってるだけなの。今2つになりましたね。あ、重なってんのかな。まあ、また3つになったね。
そうですね。二つですね。三つになった。やっぱ変ですね。自衛隊、航空自衛隊の基地はここではないんですよ。ずっとこっちなんですね。この方向です。ちょうどこの建物のこの延長線上というかね、ちょうど今この指してると見えてる位置の方向にあります。そこからだと結構今だいぶ離れているというのが分かると思います。ここですから。はい、ちょっとね、不思議なものを発見してしまいました。何やらね、同じ、ほとんど同じ場所にとどまっているね、少しずつ動いてはいますけども、ほぼ一定の位置から、移動しないというね、同じところをぐるぐる少しずつこう動いているっていうね、そういう不思議な、しかも点滅もせず、光が弱くなったり強くなったりするというのはね、それぐらいので、こういう色の光です。航空機だったら赤とかね、緑色とかあると思うんですけど、そういうのではないですね。はい、今一つになりましたね。ということでね、ちょっと今長くなってしまいまして、このままずっと撮りたいんですけどもね、不思議な光を捉えてしまいました。ということで、一旦ちょっとね、僕もこの後用事がございますので申し訳ございません。できればね、撮影ずっと続けたいんですが、一旦ちょっと終わりたいと思います。で、まあ明日以降もね、大体同じぐらい、あ、消えそうだ、消えそうです。消えましたか。あ、消えました。なんか不思議ですね。何だったんでしょう。はい、不思議な光、突然消えました。ということで、またね、ちょっと明日以降もね、同じ時間帯に同じこの場所で、出現するかどうかというのを検証してみたいと思います。ということでね、まあ撮影できたら したいと思います。まあ、あの時間が取れる限りは検証してみたいと思います。僕もちょっと興味深いんでね、
続けていきたいと思います。それではね、皆さん ご視聴ありがとうございました。何かね、正体が分かるというか鑑定できる方いましたらね、ぜひともコメント等で教えてください。感じるものでもいいです。確実でなくてもね、何かこういうものではないかというようなね、ご意見ございましたらね、コメントで教えていただけると非常に参考になりますのでね、ぜひともよろしくお願いいたします。それではね、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。